はい、スタジオウーハからそんな遠くないよ。もう日が沈むね。寂しいね。あ、富士山がね、おお、かすかに見えますよ。この映像で果たして見えるかどうか。まあ朝っていうか、朝か。結構富士山何度も見たので、富士山には飢えてはいません、今。でもね、こんな春のね、春ってまあ天気がいまいちよろしくないじゃないですか。で、冬から夏にかけてのこのね、こう湿度がどんどん上がってくるので、まああんまりクリアな日がないんですよ。今日は風もちょっと強かったんだけど、こうクリアでね、非常に良かったですね。綺麗に見えましたね。まあ富士山見に行く時はライブカメラみたいなやつ見て行くんだ。こうほらね、富士山ね。ところがね、この動画も撮ったんだけどね、なんだか変な具合になっちゃってね。どんどん駒が抜けていくというかね、数秒間に1コマずつみたいな、そういう 映像のね、モードになってたんですよ。スマホでのアプリで操作してたら、なんか間違って触っちゃったんでしょうね。全く使い物にならない動画になってました。 なんかね、面白いよね。まあそういうのがいい感じで使えるようなね、そう、映像クリエイターみたいなね、人ならまあ役に立つ機能なんでしょうけど、私のようにただね、何の編集もせずに、はい撮って、はい上げてみたいな、そういう最低レベルのね、動画撮影者、編集しない者、編集しない人、にはね、まあ、たまに、まあ、トリミングぐらいはするけど、結構長すぎるよみたいな。基本的にね、まあ歩きながらくだらないことをしゃべると、まあ聞かなくていいんです。 聞かなくていいんです。 まあ聞いてもいいです。このカメラ設置してるみたいですね。なんか盗まれるんですかね。こう今単純に、まあ、スタジオウーハのそばをぐるぐる、まあ、そばのこう高いところへ行って降りてきて、またスタジオウーハに戻るという感じでございます。一日が終わる。まあ今日はでも富士山がすごい綺麗に見えて満足でした。すごいよね、何度も見てるんだけどね、富士山なんてね。正月もまあ見たし、何度見てもいいね。この何度見てもいいってすごいことだよね。世界の山でね、意外にね、エベレストとかね、まあ別に、まあ見たからどうっていう、あそこは本当登んないってダメなんじゃないかね、登んなきゃ。そんな気がしますけど、私は登山はやる気はないです。もう富士山ぐらいで十分です。まあ富士山もまあ見た方がいいかな、見る山かな。登って
ってたそんなに面白い。ただまあ登ったらまあ、周りがすごいよくね、の山も見えるから、そういう意味ではいいか。うん、また登るかどうかわからないな。もう一回登ってもいいかなくらいです。誰かが登るのに、一緒についてきてほしいとか、すごいなんかあんまり積極的じゃない感じですけど、いろんなとこから見たいです、富士山は。とにかくいろんな角度からみたいな、ちょっとあのね、噴火したところがあるんで、あれで見る方向から形が変わるというね、そういうところも富士山のねいいところで、あとこの辺の近くだとね、まあ十国峠とか大観山とか以外にだるま山、あの修善寺のよりもさらに、西の方へ行ったところへ、まあ富士山がよく見えると言われているところがありますので、そこも行こうかなと。修善寺プラプラする、まあ前川とか行ってみたいな。もう結構ねジャイロ X 乗るの慣れてきたんで、慣れてきまだまだそこまで慣れてねえか、まあちょっと、まあでもまあ PCX150 のトライクより全然いいです。もうトライクなんやねんっていう感じでしたから、コーナリングがもうものすごい減速させなければ曲がれないって感じだね。なんかイオリみたいな感じですね。イオリといえば山田杏美、あれイオリみたいな感じだ、はい、どうしてるんですかね山田美さん。まあライブやってるとは思いますけれど、フレショとかね、フレデリッヒショインっていうバンドもやってるんですけどね、ぜひ一度遊びに来てほしいもんですよ。まあ山田杏美は遠出したがらないからね、内面の、ね、世界、内側に宇宙を持ってるタイプですからね、そんなに外行こうとしてないですね。これからの山田杏美が楽しみです。なんか着地点が変なところ行ったぞ。ああ。まあ一番ね、高円寺でウーハー時代、高円寺ウーハーライブの店をやってた時に出演いただいたのが山田杏美さんでした。もう本当ね、素晴らしいアーティスト、詩人、まあ吟遊詩人ですね、彼曰く。なんとかね多くの人に知ってほしいんですよね。はい、それじゃあ初島が見えてきたので、さようなら。